バックス世界一。体育祭ガチ勢ですか。体育祭ガチ勢ってどういうあれなんやろ。体育、まあ、どちらかというとガチ勢かな。あの体育祭とかをなんか体育館の隅っこでサボる系ではなかったね。俺はどちらかというと全校生徒の前に立って話すタイプだったけど、ガチ勢かな多分。応援リーダーした、あのね、応援リーダーね、あのね、したかったんやけど、高校最後の夏ね。あ、中学校はした。中学校はして、高校をね、したかったんやけど、あの、体育祭の実行委員長って言って、なんか体育祭を運営する、その、なんか委員会、委員会っていうところに、なんかその組織みたいなのが組まれるんや、その体育祭がやるときにね、その組織の俺トップやったけ、なんか、させてもらえんかった。実行委員長もして、なんか体育の応援も入っていいですかって言ったらダメって先生に言われた。ひでえよな。そう、組織のトップ内申点めちゃめちゃ良かったけど定額で全部ダメになった。応援団長はなった方がいいよ。応援団やっとったらやっぱね、圧倒的ね、その学生時代の時の思い出の量違うと思う。あのね、俺な、体育祭の、あの夏休みとかに学校に集まってみんなでなんか遅くまで学校で練習するのめっちゃ好きやった。遅くまで学校におるっていう行為が好きやった俺は。時間、夜とかになんか分からんけど、夜なんかね、女の子とかと、女の子っていうか、まあ、異性とかと夜の学校おるのめっちゃよくない？なんか分かる。なんか体育祭の練習とか応援団の練習の時のその暗いあの学校の雰囲気とみんな練習してて、雨降ってたらめちゃめちゃエモい。そして雨降ってたらめちゃめちゃエモい。ああ分かってくれとう人いいね。結局女の子そらそう当たり前。もう青春時代なんてもう異性のことしか考えてないやろ。マジでもう脳みそチンコやったもん。マジでエモくね。分かる、クソ青春なら分かるやろ。分かるだろ。いやマジで今学生の人たちはみんなちょっと ぜひね、そのね、学校に夜遅くまで残るっていうね、あのね、あのエモさをちょっと味わってほしい。ぜひぜひそのエモさを味わって大人になってもらいたいです。はい。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。